はいどうも皆さんこんにちは、シャツ氏のケンです。いつも私のね動画に来てくださり誠にありがとうございます。はい、今日はね僕のね友人をね紹介したいと思うんですけど、千葉県の鎌ケ谷市というところでですね、鍼灸治療マッサージ、鍼灸指圧マッサージのね、治療院というか、まあ、そういうね、場所、なんていうか治療院っていう感じじゃないんですよね。まあね、まあそうしたいよね、友人がいるんですけど、僕のね指圧マッサージの学校の時の友人で、まあもともと名古屋にいたんですけども、まあ、東京ね、今、まあ、東京、まあ、千葉に行って、千葉でそこで、リハビリのそういう、なんていうんですかね、デイサービス的なことをやったりだとか、まあそういうことをね、やって、あとはまあ、こう、お年寄りの方のね、こう、なんていうんですかね、この、トレーニングとかね、そういうお手伝いっていうか、そういうのをね、こう、している、僕の友人がいます。まあですね、彼はね、すごくね、もう何年来、もう十何年来の友達なんですけど、僕のですね、こういう動画とかね、こう見て、インスパイアされてですね、でまあまあ僕もやってみたいというふうでね、で、今やり始めて、まあ、結構動画も上げてるんですけども、まあね、最初はね、彼もね、すごく、恥ずかしがってて、なんかなんか自分ができるかなとか、一体どうしてやったらいいのみたいなね、感じで、すごく、迷ってたところもあったと思うんですけども、ね、彼とね、この間電話で話してですね、ちょっと、面白いなと思ったのが、こうやっぱね、こうやっていくうちにだんだんこう面白くなってきたっていうか、まあこうね、欲が出てきたっていうか、まあ、最初はね、本当一番最初はね、そこの、センターというか、場所にはね、まあ下にこうね、リンク貼っとくんですけど、そちらにはね、こうカフェがね、カフェを併設してあるんですよね。でそこのカフェでの、このご飯ですね、このランチメニューを紹介するっていう動画をもうすぐそこでねこう撮ったわけですよ。まあその撮った時っていうのは僕がそちらのね場所を借りて出張の視察スクールをねこうやってた時期がありまして、その時の、スクールに参加してくださった方々とこうねランチをしている時に、その彼、まあ、水谷君っていうんですけど、水谷君がこうね、カフェのメニューを紹介しますというふうでねこうやったわけですよ。まあ、その時はね、動画もね、結構、まあ、初々しいというかですね、まあ、初めてこう動画を撮る人なりの、ならではのこの照れというか、こう恥ずかしさっていうのがね、こう見えてて、とてもちょっともう、まあ、今見てみると面白いって言ったんで、ちょっと怒られちゃうかもしれないですが、面白いですよね。まあ、そんな感じでですね、まあ、誰しも、こう、何かね、こう、表現するというか、もうね、こうね、インターネット上で、こう、自分のね、顔と声をね、こう、晒してですね、名前もこう晒してこう何かをね情報発信する公開するっていうのは最初はやっぱね恥ずかしいわけですよね。まあやったことないですし、一体どうやってやったらいいのとか、そんな自分が話すことなら人が聞いてくれるのかなとか、そうやってなんかね思ったりもすると思うんですよね。でもね、それっていうのはね、まあどんなことでも新しいこと、初めてのことにチャレンジするっていうのはやっぱ怖いもんですよ、どんなことでもね。でもその最初の一歩ですね、最初のこの一歩をこう踏み出せば、意外とその後はね、2歩、3歩、10歩、100歩、ね、1000歩って行けちゃったりするんで、まあ、山登るでもそうじゃないですか、最初登るときはこんな大きい山登れるのかみたいな感じで思ってても、一歩踏み出して2歩、3歩、で10歩って行けば、もう大体ね、この景色が変わってって、でまあ、登り方もこうなんとなくこう、ね学習して、あこうやって行けばいいのかなみたいな。あこの山はこんな感じなのか、なんとかだんだんこうね、コツがつかめてきて、で知らない間にもうね、半分ぐらいまで来てて、あもうすぐ頂上だから頑張っていこうみたいな。で一歩一歩、まあ、人にもよりますけども、こうスピードもね違いますし、登る、体力もね違いますから、まあ、登るスピード違うんですけど、でも確実に頂上までにはねこう向かってるわけなんですよね。で知らない間にもうねこう頂上についてると、できるようになってると。でもそれもやっぱ最初の一歩、よし行くぞと、登ってみるぞっていうねこう決断がないと、やはり頂上までも行かないんですよね。だから最初の一歩、まあそれね、頂上行く前にやめて下山する人もいるかもしれないです言えないですけど、でもね経験してるからこそまたやろうっていう気にはなるんですよね。だからまずねこうやってみるっていうのが僕大事だと思うんですよ。でね、このね、動画って面白くて、彼もね、そのね、水谷くんも最初はね、恥ずかしがって、こうね、できるかな、自分にって思ってたんですけども、もう今でも結構ね、積極的にやってね、すごいですよ。でね、僕思うんですけど、
やっぱりね、人ってどんなことでも慣れちゃうんですよね、やってしまえば。最初はね、すごくね、ああ、なんか怖いなっていうね、思いがあっても、やってしまって、それで経験を得て、で、続けてね、こう、飽きずにやっていくと、だんだんそのね、慣れていくんですよね。で、次、もっとこうしてみようとか、あ、自分のこの話し方ってこういう癖があるんだとか、あ、なんかね、意外となんかこう、感情をこうなんか出し切れてないなとかね、なんか、なんていうんですかね、こう難しいんですけど、なんかそんな感じで自分を客観的にこうね、見れるようになってくるんですよね、だんだん。それが面白いんですよ。自分のことをこう客観に見れるようになって、自分自身を自分でこうね、見ることができる、こう俯瞰して見ることができると、なんかね、面白いですよ。自分をね、こう操ってる感というかね、自分をこう、自分で自分自身のちゃんとね、こう主人になってるようなね、感覚になるんですよね。だからね、僕思うんですけど、本当動画ってすごいツールなんですよね。これ、もう本当になんか時代の進歩というか、もう文明の利器ですよね。こうやって本当に簡単な、まあ、たかだかもう1万円ぐらいで買ったカメラで、こう、についてる動画機能でもね、あ、そうそう、スマートフォンで見るんですよ。こう、携帯についてるカメラ機能で、自分撮りでこう撮ってですね、で、この動画をね、まあ、スマートフォンだったら、それについてるアプリのね、機能を使って、YouTube にこうアップしてみるとか、まあ、YouTube にアップしなくても、もう撮った動画を自分でこう見てですね、こう何か感じてみるっていうのも結構ね、大事かなと思うんですよね。そうやって言ってね、やっぱね、こう動画を一回撮ってみて、こう自分で見てみて、客観的な自分を見て、まあ最初はね、自分が話をしてるね、動画とかもね、自分で見るのも恥ずかしいですけども、でも一回やってみると結構これがまた楽しかったりするんで、ぜひですね、あなたもね、動画をね、まずね、動画で何か発信するっていうのはまず難しいですから、まず人にこう発信する前に自分に発信してみるっていうのがね、いいかなと思いますね。素直にね、まず自分に語りかける動画から始めてみたらどうですかね。こう、未来の自分へとかでもいいですし、過去の自分へでもいいです。まあ、未来の自分へこう託すメッセージっていうのが一番いいかな。自分を客観視して自分自身にこう話しかけるっていうのは結構面白いですよ。成功者とかって結構ね、鏡に向かってね、自分にこう語りかけたりとか、まあ一見ね、外から見たらね、他人が見たらこう危ないなみたいなことでも、意外とやってみるとハマったりとかするので、ぜひあなたもね、こう動画を日常のこの生活というかね、自分自身取り入れて、活用してみたらいかがでしょうかというお話でした。ちょっとね、水谷くんのチャンネルはね、この下のね、僕のね、動画の説明欄にもね、こう載せておきますんで、ぜひね、見てね、チェックしてみてください。はい。シャツの件でございました。ではまた。